風車の丘、およそ300平方メートルの斜面を青く染めているのは、およそ6000株のネモフィラ。3月の寒さの影響で、開花は例年より1週間から10日ほど遅め、4月上旬から咲き始め、今まさに見ごろを迎えています。澄んだブルーの花と、公園のシンボルともいえる風車が、フォトジェニックな景観を作り出しています。丘の頂上からは、可憐な花々とともに、徳島の雄大な風景を一望することができますよ。ネモフィラは4月末まで楽しめるということです。華やかな園内へ、春の散策に訪れてみてはいかがでしょうか。